すごい、ジャスミン茶のいい香りする。40年以上愛され続けてきたピラミって食べてみて本当にわかる。フランス料理、中国料理が一緒に楽しめるなんてこんな豪華なことない。こんにちは、ハルプコツインズ姉のカコと妹のアコです。今回は大阪北エリアの6つのホテルが行っているランチ企画を楽しみたいと思います。イエーイ。3月31日まで開催している味巡りという企画でなんと3年ぶりの開催となります。すごい。各ホテルのイチオシを盛り込んだランチメニューや春をイメージするイチゴをテーマにしたデザートもあるみたいです。こちらの企画スタンプラリーもあるみたいで、一つのホテルで対象のメニューを食べると一つのスタンプがもらえるという。おスタンプラリーもやっております。すごい、これがそうなのね。そう、味巡り阪神福島駅から徒歩すぐ、ホテル阪神大阪さんの中国料理シャンフーさんです。イエーイ。中国料理って、うん、こうちゃんとしたこのやつ食べたことないかもしれない、うん、中華料理とかそういうの大好きだから、ね、すごい楽しみ、うん、それでは中国料理シャンフーさんに行こう。行こう。運ばれてきました。すごい。普段はね、うん、コース料理なんですけど、今回は、ね、特別にねちょっと一気にお出ししていただいたんですけど、うん、前菜からもう素晴らしい香りのパラダイス、うん、そう今回香るっていうのがテーマなんやって、ウーロン茶で香り付けされとって、こっちはねフカヒレのスープもエビの香りがすごいし、あんかけちゃんも美味しそうだし、こちらも美味しそうだし、全部美味しそうなんですけどね、メインがね開けるとジャスミン茶が香るということなので開けたいと思います。うわすごい、あ香りする、すごいジャスミン茶のいい香りする。いただきます。前菜3種やっぱりですよね、はい、行きましょう。蒸し鶏のウーロン茶スモーク、ジュワッてもみ込めてウーロン茶の香りが鼻から抜けて、うんうん、お野菜のシャキシャキもすごい、うん、蒸し鶏がすごいしっとりしとって美味しい、うん、野菜の湯葉巻き断面がすごい綺麗、お野菜のチャキチャキと酸味があって、それがまたすっきりしてるし、湯葉も噛み応えがあってすごい美味しい。食感はね、もう春ることながら程よい酸味が、うん、甘酸っぱい感じで、うん、美味しい。菜の花入りフカヒレスープです。人生初フカヒレなんです。美味しい。このお料理のすごいところって運ばれてきた時にエビの香りがすごいところ、うん、エビの香りとでも旨味が凝縮されてるから噛めば噛むほどエビの旨味がする、うん、続いてエビと白身魚の2種盛り合わせ、油淋鶏ソースがかかっております。味変をしたいから一口ではいかずに、そうよね、うん、衣まで旨味、うん、お魚のねふわふわ感がすごい上品やね。中身エビチリなんですって。エビだけ食べてみようじゃん、うん、甘みがすごいプリプリのエビ、生地にふかふかのもちもちなんですけど、これ一緒に食べたら絶対美味しいわ。これもスパイスをちょっとつけて、うん、取っとかな、危ない、食べきるとかやった、ほんと程よいアクセントになっていいね、このスパイス、うん、こちら開けたらジャスミン茶の香りが広がります。うわすごい、すっごい香りする。でここに持ってきた時にもうジャスミンでこれすごかった、うん、エリンギとエノキが黒毛和牛で巻かれております。お肉柔らかい、エリンギもこんなに分厚い、エリンギし、うわ美味しい。食感変わるから全然違ったんだよ、うん、同じなんやけど違ったものを食べとるような感じで、ほんと食感が違いすぎて、うわそうこうネギを一緒に、ネギとえのき、あっさりして美味しいね、余分な脂がない感じ、うん、なのに柔らかくてジューシーなお肉、うん、お肉も美味しいけどお野菜も美味しい、めちゃくちゃ綺麗に巻かれてる。ジャスミンの香りを楽しみながらお肉が食べれる、うん、ザーサイ入りチャーハンの茶碗蒸し仕立てです。わあ。茶碗蒸しさんがいらっしゃる。おいしい。ザーサイの食感とチャーハンとプラスでそこに茶碗蒸しのプルンと感とめっちゃ合う、うん、チャーハンとあんの比率がぴったりじゃない、うん、最高の比率やん。
この後にデザートが来ます。楽しみなデザート。デザートが来ました。いちごのなだれ風デザート。じゃあね、なんでなだれ風なのかっていうのはね、今からお見せするんですけれども、なんとこちらのデザート通常500円のところ、写真を投稿するとなんと300円になるんです。そう、いくで。待て、なんて綺麗なんでしょうか。あふれんばかりのクリーム。抹茶です。抹茶の濃い味がします。ココナッツの食感すごいね、うん、甘めですごい美味しいし、もうこのクリームもすっごいクリーミー。でも甘すぎやん、生クリーム、うん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 、500円でも嘘やろって思うクオリティの美味しさなのに、うん、300円で大丈夫と思ってしまうので、皆さんめちゃくちゃ美味しい、投稿してぜひ食べていただきたい。動画を必ず収めたいって方、ぜひスペシャリストの店員さんにやっていただいてください。断面がココナッツの一口でいってしまってもいいかな、うん、あったかい、うん、あったかいのと冷たいのが一緒に食べれるのでいいね、うん、最後の一口、コーヒーもこちらいただきます、うん、合いますね。ごちそうさまでした。いや美味しかった。このランチコースがまず3500円ってことで、私衝撃を受けたの。 お値段本当にお安くて、なのにそれ以上なの、クオリティも、ね、目でも美味しいし、鼻でも美味しいし、うん、味も美味しいし、うん、もう全部が美味しい。なんか写真投稿とかさ、ストレスに感じる方とかいらっしゃるかもしれんけど、これはむしろ撮りたくなる、撮りたくなる、なんか、うん、綺麗やから。そう、私たちの場合こう一気に、ね、こう出してもらったんですけど、うん、本店なら一品一品届くので、そうそうそう、来るたびに、うん、どんなのが来るんやろうってすごい楽しみになるし、うん、もう目と鼻で楽しめるのに、うん、またその上が楽しめる美味しさがあるっていうのが私はもうすごい嬉しいなと思った。香りがテーマやったから、あの、うん、フカヒレのスープ のエビの香りやったりとか、うん、あとお肉のね、ジャスミンの香りだったりとかさ、香りで楽しみながら、でも味もしっかり、また違った楽しさっていうか、うん、すっごい良かった。それでなおかつデザートの写真を投稿して500円が300円になるなんて。来てくださる皆さんはこのコース料理のどの写真を撮っても来たよっていうのを、あの、教えてくだされば300円になりますので、うん、ぜひ皆さん、こんなお得なことありませんね。本当私写真のスキル欲しいなと思う。どれも芸術的やった。美味しかった、ね、ぜひ皆さん投稿してこちらのキャンペーン参加してください。スタンプラリーもやっているそうなので、対象のメニューを、ね、食べるとこうやってスタンプを押していただけるので、私たちも今スタンプを1つ入れてもらいました。貯めていきたいと思います。続いては阪神福島駅から約徒歩8分のところにあります、リーガルオイルホテルのオールデイダイニングリムネさんにやってきました。ビュッフェもあるし、アラカルトもあるということで、ね、一日中楽しめるレストランということで、うん、楽しみです。オールデイダイニングリムネさんへ行こう行こう。メニューが来ました。こちらね、メインメニューは海の幸ピラフかビーフピラフ選べるんですけど、うん、海の幸ピラフが一押しとのことです。早速いただきます。前菜の盛り合わせからいただきましょう。ドレッシングがすごいね、本当に美味しい。あのマヨネーズの酸味とコクがしっかりありながら、うん、お野菜とすごいマッチする。スモークサーモンや美味しい、タコのマリネですね。コリコリの食感とタコのみずみずしさ、美味しい。これがエゾジカのテリーヌ。ゴロゴロで全然臭みないね、うん、マッシュルームのスープです。日によって変わるそうです。すごい、いただきます。美味しい。 100% キノコや、本当にキノコの食感も残ってしまったね、うんうんうん、キノコの旨味がギュッてなってる、うん、メインディッシュです。海の幸ピラフ、ビーフピラフです。ツヤツヤ、シーフードがボロボロないけど、私ツヤツヤ、玉ねぎも甘いのにマッシュルームも甘くて、でもビーフの塩コショウのペッパーがすごくて、うん、私のほんのりこの照り焼きのソースっていうのがあるんやけど、うんうんうん、シーフードの旨味がね全面に出て本当に美味しい。こんな大きいホタテが丸ごと入って、一粒一粒のお米がビーフの油でコーティングされてる、うん、食べれば食べるほどお肉の旨味がすごい。具材が立ってる海の幸のピラフ、
40年以上愛され続けてきたピラフって食べてみて本当に分かる、うん、本当に美味しい。もう魚介の旨味がぎっしり詰まってる。私たちより大先輩ね。上にもね揚げてあるオニオンが乗ってて、これがすごいアクセントになって美味しいです、うんうん、そう、中にもいっぱい宝探しみたい。本当中から海鮮が発掘される。完食しました。続いてはお楽しみのデザートを待ちたいと思います。こちらデザートがいちごと、チョコレートのケーキでございます。当然フランボワーズとチョコレートのケーキ、ソース2種類ご用意してますので、ご一緒に召し上がりください。ありがとうございます。芸術的すぎてすごい崩すのがもったいない。溶ける。上のねチョコレートは本当に生チョコレートみたいに柔らかい。溶ける。ケーキも本当に美味しい。チョコソースとベリーがよく合います。冷たいのにこの上のチョコが溶けるのが本当にすごい、うん、口溶けがめちゃくちゃ滑らか、うん、最後の一口、うん、ごちそうさまでした。美味しかった。海の幸のピラフどうでしょう。海の幸のピラフはもう本当に美味しい。もう食べてほしい。本当海の幸せが詰まっとった。全部海の、ね、宝がね、うん、もうギュッてなってね。カニとかがこう最初に目に見えとるんやけど、うん、中にエビとか、ね、さらにカニの身も入っとるし、魚介がたっぷりで、うん、本当に美味しい。ビーフピラフの方はもう、うん、食材それぞれの主張があるんやけど、でも誰も喧嘩せずに口の中で広がって本当に美味しさだけ残る。最後のデザートまでもう美味しくて ね、 美味しかったね。もう濃厚なチョコが大好きなので、うんうんうん、濃厚なチョコもありつつさっぱりのそのフランボワーズいちごソース、うん、いちごのソースもあるし、飽きずに食べる、ね、本当に美味しかった。最後まで美味しかった。こちらセットの紅茶、いい香り、うん、そしてこちらでも2つ目のスタンプをゲットいたしました。3つ目は阪急大阪梅田駅から徒歩すぐにあります大阪新阪急ホテルフレンチ&チャイニーズレストランモンスレーさんにやってきました。こちらフレンチとチャイニーズの融合のコースが楽しめるということで、ワクワク、どんな感じなのか楽しみです。フレンチ&チャイニーズレストランモンスレーさんに行こう行こう。はい、来ました。うわすごい。ちょっとこちらねもくもくなってると思うんですけど、瞬間燻製というものがあるそうで、ちょっとそちらを実際目の前でやっていただきたいと思います。わあすごい。わあすごい、魔法みたい。香りがすごいの。燻製の香りがいただきます。ちょっと待って、燻製からなので私たちはね一斉に出していただいているので、お野菜がすごい新鮮。綺麗。燻製すごい。ブワッて燻製が広がる、うん、皆さんが思っとる10倍ぐらい燻製の香りがすごい、うん、美味しい。なにサーモン柔らかいし、すごい、うん、ちょっとマリネっぽい味付けで、そこに燻製の香りがプラスされてる。天津3種ちょっと小籠包から割ってさ、スープそうそう、中のもう逃がしたくないスープ。お肉の旨味が爆発している、うん、うん、肉汁爆弾。うん、そしてフレンチ食べてるのに今中華食べてる、うん、すごい。翡翠餃子、皮が緑色になる。翡翠みたいな色やから、うんうんうん、気持ちいい。エビすごい。エビとタケノコの食感すごい。花咲きつつみ蒸し、薄い赤い色になってる。お花みたいになってる。お花です。翡翠の甘みがあったけど、うん、こっちは肉の甘みがすごい、うんうん、海鮮とお肉と3種類楽しめる、うん、白身魚の赤酢ソース、赤酢ソース綺麗な色してます。酢豚みたいな感じなんやけど、うんうん、それほどこってりしてなくて、うんうん、さっぱりした甘みの中に野菜のこの旨味がじゅわって飛び込んで、うん、白身魚やからさ、ホロホロしとるし、うん、酢豚ってさ茶色いイメージやけどさ、ピンクみたいな色が可愛いのがすごい春を連想する。いろんなソースにつけてみよう。お魚美味しい。お魚の違う味が楽しめる、うん、メインです。食べるのもったいないぐらい芸術的や。柔らか柔らか、見えますかこの、うわ
お肉の旨味もそうなんやけど、ハーブの香りとパン粉で上がちょっとカリッとなっとるからまた美味しいね。柔らかい、うん、ナイフ入れたらふわふわなんやけど、うん、すっごいしっとりしとるソースと、うん、菜の花とかもすごい春っぽくてね、春だよね、うん、なんか柔らかいのに噛みしめる肉の美味しさがあって美味しい、うん、噛めば噛むほどお肉の旨味が出てくる、うんうん、わ、本当に美味しい。お野菜が美味しいね。こんな上質な赤身を食べたことはない。美味しい、うん、美味しい。フランス料理と中国料理が一緒に楽しめるなんてすごいね、うん、こんな豪華なことない、うん、締めのおこげ、フカヒレあんかけ、サクサクもちもち、うん、おこげが香ばしくて美味しい。でもあんに浸ったところはもっちもちになって、うん、おこげ自体にも味がついとる、うん、美味しい。具沢山、お野菜もすごいいっぱい入っとる、うん、エビの大きさすごいです、うん、エビの、うん、プリプリや。目の前でパリパリ焼く演出があるからそれもまた楽しい。音も楽しめるし、うんうん、目でも楽しめるしね。白菜に、タケノコに、エビに、銀杏も入っている。うん、完食しました。お待ちかねのデザートです。デザートが来ました。わー、美しすぎる。春らしさ満開のいちごたっぷりのデザートですね。早速食べましょう。周りはチョコレートでできているそうです。めっちゃ好きなやつやね、うん、私大好きなやつ、うん、レアチーズのムースがね、うわ、すっごい美味しい。冷たいとさ、うん、やっぱチョコって溶けやんかってするやん、うん、もう全然そんなことない。もうすぐ溶ける。こんな繊細なホワイトチョコあります？すごいね。いちごの濃さの中に爽やかさがある。うん、周りのベリーもすごい美味しい。最後の一口、うん、ごちそうさまでした。うわー、美味しかった。いや、美味しい。フランス料理と中国料理の融合って本当素晴らしい、ね、そう、もう2つ同時に最高レベルの料理が楽しめるのってここしかないなと思って感動した。前菜もメイン級に美味しかった。そう、サーモンのね、うん、瞬間燻製、ね、そう、デザートもレアチーズとかが好きな方は絶対無条件に好きな方。いちごはね、もうドストライクがね、ぜひ食べていただきたい。あとね、これセットでね、中国茶でジャスミンティーもね、ついてくるんです。ちょっと飲みたい、ね、うん、美味しい。香りがいいですわ。最初の前菜からデザートまで全部美味しい、ね、至れり尽くされりのコースでした。今回ね、3つのホテルを回ったんですけど、うん、なんかどこもやっぱこのメニューがしっかりした、そう、コンテンツというか香りを楽しむとか彩りを楽しむとか、うん、もうそれぞれ、あと40年以上愛され続ける味を出し続けるとか、うん、そう、一つ一つしっかりこうテーマが決まって、うん、なおかつ春を楽しめたり、いちごのね、デザートのメニューは堪能できて、本当にどの美味しかった、お店も美味しかった、うん、もう人生に残るレストランに入ります。選ぶやんレベルで、うん、そう、すごい幸せやった。で、今回ね、3軒回ったので、うん、じゃじゃーん、3つポイントが貯まりました。このスタンプを3つ集めると4軒目から6軒目でオプションいちごデザートプレゼント券、こちらをいただけます。なので、次4店舗目でデザート券を使いたいと思います。イエーイ、みんなも参加してね。こちらのスタンプを6つ集めると次回グリオージュに使えるお食事券3500円相当がプレゼントされます。食べれば食べるほどお得なの。皆さん必ずスタンプラリーを絶対にしてください。お得なんで、この春の味巡りは3月31日まで開催しているので、皆さんぜひ期間中にたくさん楽しんでください。4軒目か6軒目はね、次の動画で回りたいと思うので、そちらもぜひチェックしてみてください。この次の動画でも関西に行こう行こうと思ってもらえるようなお出かけスポットを紹介しますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。それでは春の味巡りに行こう行こう。またねー、またねー。